位置が変わっている気がする。気がするじゃなくてどう見ても変わってるだろ。確か部屋の中心にあったわよね。張り紙も読めなくなってるし、いろいろと細かく変わりすぎなんだぜ。2体のテディベアがカゴの中に入っている。不気味だけど攻撃はしてこないみたいね。外に出てみようか。少し調べてみた方が良さそうだな。ここは変わってなさそうね。本当に何が起こるかわからないね。大きな柱時計がある。先に進むしかないみたいだな。ドアを開けたら殺されたりしないかしら？ちょっと開けるのが怖いね。また追いかけられそうだぜ。よかった、大丈夫だ。目の前で殺されかけたのにノーリアクションだぞこいつ。本当に傍観者のつもりみたいね。これで先に進む。何これ？テディベアの手足が落ちている。手足を手に入れた。そんなもん拾ってどうするんだよ。つい拾っちゃった。使う姿は想像したくないわね。ここは食堂？見るからに怪しいものが置いてあるぜ。ちょっと調べてみるわよ。頭蓋骨をかたどった器に変な色のスープが入っている。すごい悪趣味な器だね。で、これをどうするんだ？まさかの目なんて言わないわよね。テディベアの手足を入れたら何かが出るとか？どういう発想だよ。ハサミで切り落としたもの、中には血肉が詰まっている。使えないしヤバいことが書いてあったわよ。綿が詰まっていて欲しかったな。赤い椅子が置かれている。他に調べられるところはないのか？奥の暖炉とか怪しくない？暖炉がある。中を覗けるみたいだね。中はすすだらけで何もない。間があったから何かあるかと思ったぜ。コックは忙しい。手を貸してやれ。コックを手伝えばいいのかしら？ここが食堂みたいだし、この先が厨房っぽいね。うわ、なんかいる。名前を出してはいけないあいつね。厨房なのに不衛生だな。踏んじゃったぜ。見えない何者かがいる。シェフが透明人間なの？あ、忙しい忙しい。僕が手を貸すよ。あ、ありがとう。見えないものに腕をつかまれた。まな板の上に手首を押さえつけられた。ちょうど手が足りてなかったんだ。手を貸すの意味がそのまんますぎるだろ。貸したら一生戻ってこないじゃない。手伝って欲しいじゃなくて、手が欲しいなんだね。日常生活で使わない会話なんだぜ。っていうことは、これで満足するんじゃないかしら？テディベアの手を上げてみようか。手を貸して欲しいって言ってるのに、こんなの渡されたらブチ切れる自信があるぜ。手伝って欲しいじゃないからいいんでしょうけどね。そういえば、下の方を見てなかったね。ここに通じるようになるのか。扉が出たり消えたり忙しいわね。それじゃあ手を貸しに行こうか。馬の手なんて超高級食材だな。何の肉かわからないけどね。やっぱり貸せるね。ああ、ありがとう。ちょうど手が足りなかったんだ。お礼にこれをやるよ。金の鍵を手に入れた。これで少し進んだわね。なんか本が置いてあるぞ。貴族の食卓という本がある。昔の話になるが、支配階級や富裕層の人々は金製の食器を好んで使っていた。今ちょうど銀の鍵を手に入れたところだね。手入れの大変な銀製の食器を使うことで使用人を雇える経済力を世間に示したのである。見栄を張るためだけに手入れの手間を増やすとかめちゃくちゃなんだぜ。また銀製品は毒に反応して色が変わるため毒殺の防止にも役に立った。へえ、金の食器ってそういう意味があったのね。かっこいいから使ってるっていうわけじゃないんだね。食器やグラス、調味料が並べられている。特に気になるものはない。いいわ、気にしようぜ。木製のテーブルがある。早く鍵を使ってこんな不衛生なところから出ていきましょう。鍵がかかっている。あれ、ここで使うんじゃないの？鍵がかかっている。鍵もアイテムから選んで使うんじゃないのか？鍵もわざわざ選んで使うのって結構面倒ね。金色に輝く美しい鍵。反応しないね。鍵を鍵として使うわけじゃないのか。他に気になるところって言ったら、あの見るからに毒なスープだよね。銀の鍵をスープに入れるのか？それぐらいしか思いつかないわね。これをスルーはないだろうし、他に思いつかないからやってみようか。これも違うのか？違うならわからないわね。変な色のスープが入っている。他に気になるところは？あ、何か紙が置いてあるぞ。毒味をしろ。毒味って毒が入ってないか確認することだよね。スープに毒が入ってることを証明するっていうわけだな。さっきの本がヒントになってるのね。それじゃあ毒味してみようか。飲まないよ、飲まないよ。ここに銀の鍵を入れるってことでしょ？多分それでいいはずだよな。毒が入ってると色が変わるんだったわよね。
スープの中に入れた紙が黒く変色した。どこかで紙の開く音がした。今何書いた？いたようないなかったような。暖炉がある。さすがに覗くのはやめとこうぜ。気のせいかな。演出か見間違いか全然わからないわね。もう先に進もうぜ。やっぱり気になる。中はすすだらけ。見間違いだったのかな。とりあえずセーブして先に進んだ方がいいわね。なんならセーブしてから飲んでもよかったかもな。それはかわいそうだからやらなくていいや。どこに行くつもりだ。魔女に会うまで出られそうにないわよ。ほら、一応確認しておいた方がよくない。ここが開いたかの。開かない。開かない。そりゃそうだろ。家の奥に行くしかないってことよね。帰れないからとりあえず目の前の家に入ったら理不尽な即死トラップに苦しめ。ワインボトルが割れている。苦しめられるのは即死トラップだけじゃないんだぜ。毎回不意打ちなせいで反応もしにくいわね。あれ、包丁の音がなくなってる。貴族の食卓。もう読む必要がないから閉じたのか。フラグ管理がしっかりしてるわね。ドアが開いた。先に進もうか。今のははっきり見えたぞ。青い髪の女の子だったわね。こっちに来いって意味なのかな。行ってみようぜ。あ、黒猫だ。猫の置物がある。なんちゃって。黒猫だけが癒しの世界。甲冑も絶対動くだろ。槍を持った甲冑の置物がある。今にも動き出しそうだ。間違いなく動くわね。絶対動く。動かない理由がない。とりあえず上の部屋から調べてみようか。本がいっぱいあるな。何か光ってるわね。魔女の家という本がある。魔女の家は、魔女の力によって姿形を変える。部屋が消えたり、ドアが出現したりしたよね。他にも調べられそうだな。魔女の家その1。魔女の家の扉は、鍵では開かない。何かが鍵になっている。テディベアと毒味がそうだったわね。鍵も鍵として使わないってことだね。まだまだあるぞ。笑い話という本がある。昔々、ある金持ちの男が、大きな宝物を手押し車で運んでいました。普通のお話？ヒントがあったりするのか？読み進めてみようか。車は森の中で壊れてしまいましたが、そこへ、カリウドと犬が通りかかりました。カリウドなら大丈夫そうだな。金持ちの男は、カリウドに、手押し車を見張っていてくれるよう頼み、カリウドは、これを承知しました。まあ、普通のお話よね。金持ちの男は、代わりの車を呼びに行きました。その間、カリウドは宝物を見張っていました。特に笑えそうなところはなさそうだけど、見てるだけみたいなオチか？やがて、夜になり、カリウドは、家にいる老齢の母親のことが心配になりました。金持ちの男が全然戻ってこないわね。どれだけ待ってるのかな？そこでカリウドは、犬に手押し車を見張るように言いつけて、母の様子を見に家に帰りました。犬に任せるってすごいな。しつけに自信があるのね。金持ちの男が戻ってくると、犬が手押し車の番をしていたので、金持ちの男は、犬の主人への褒美として、金貨を犬に加えさせてやりました。犬は家まで走っていき、カリウドに銀貨を渡しました。めちゃくちゃ偉い犬だね。それを見たカリウドは、怒り狂いました。なんで？ちゃんと仕事したじゃない。手押し車の番をさせていたのに、お前はあそこから銀貨を盗んだんだな。カリウドは犬を殺しました。なんだこの話、全然笑えないじゃないか。これで笑う人の顔が見てみたいわね。